とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、公式ページ更新されてまして、2周年記念の記事が出ております。見ていきましょう。マインクラフトダンジョンズが2周年を迎えます。チャレンジやタワーラン、お宝でお祝いしましょう。楽しい時、時間はあっという間に過ぎていきます。ハイブロックホールを抜けて、ノーマルモードで初めて邪悪な村人の王をギリギリで倒したと思ったら、次に気づいた時には難易度の高い古代狩りを難なくクリアしていたというプレイヤーも多いのではないでしょうか。壊れた大釜でさえまともに倒せない著者の場合は、そううまくはいきませんでしたが、マインクラフトダンジョンズはゲームとして確実に成長していて、今月で2歳になります。この機会を記念して壮大なお祝いを準備していますので、皆さんにもぜひご参加いただきたいです。そして画像が載ってますね。見たところ、この装備は去年と一緒じゃないかい？こんな防具あったよね。名前忘れたな。うん、この防具あったあった。で、手に持ってるのは、これ手持ち花火でしょ。踊り子の剣の、形が違うやつ。まあまあ光ってるからかっこいいんだけども、装備品は変わらないのかな？いや、若干名前が違ったりするのかな？性能とか、わかんないですね。で、ペットは、違うね。ペットは何か新しいペットがいるみたいです。あれだ、マント。マントが、なんか見たことないマントを装備してます。あー、なるほど。ペット、マント、そして装備品が出てくるんじゃないでしょうか？5月25日から6月15日までに行われる2周年記念イベントでは、ゲーム内で楽しめるいくつかのアクティビティを用意しています。シーズンチャレンジに参加し、手持ち花火、甘党、シュガーラッシュなどの誕生日にぴったりの装備や、エレガントな2周年記念マントを手に入れましょう。やっぱりそうか。見たことあると思ったら全く一緒っぽいですね。でもマントは入手できるっぽい。そして、特別に用意されるタワーチャレンジをクリアすると、愛らしいペットの赤ちゃん、ムーブルームを入手できます。これほど可愛い牛を手に入れられる機会は滅多にありませんので、このチャンスを逃さないよう、2周年記念イベントが開催される期間をカレンダーにメモし、開始されたらすぐにタワーに挑みましょう。ペットはこれ、ムーブルームって言うんだね。ああ、金色の牛。まあまあいいんじゃないですか。俺はペットはあんま出さないんだけどね。一応入手しよう。リリース当初からプレイしていてくれる人も、最近プレイし始めてくれた人も、今までマインクラフトダンジョンズを遊んでくれた全てのプレイヤーの皆さんに心から感謝しています。それでは皆さん、来週のイベントでお会いしましょう。ということで、こんな記事が出ておりました。皆さん、見てくださいね。来週の水曜日、タワー更新の時に、イベントが開始されるみたいです。で、出る装備が、去年と変わりません。ただ、マントとペット、それは新しくなるみたいですね。この装備、何だったかな？性能忘れたんですよね。手持ち花火は、踊り子の剣の、見た目が違うだけのやつなんだよね。踊り子の剣と性能一緒。で、弓なんだっけ、シュガーラッシュなんだったかな。なんか良かったような気もするけど、別に普通だった気もします。うん。まあ、なんか面白い音がしたような気はするんだよね。で、防具が、なんだったっけ、反逆者だったかな。まあ、ちょっとあんまり覚えてませんけども、うん、絶対必要っていうようなやつではなかった気がします。うん。まあ、見た目がいいんでね。いいやつは狙っていきたいと思います。そして記事にもある通り、タワーがなんか特別なやつになるらしいのよね。どうだろうね。わかんないよね。ちょっと前の、今回のやつかな？タワー更新の時にパズルがあるみたいに言われて、実際パズルっぽいの別になかったのよ。なので、あんまりそこは期待しないんだけど、まあ、タワーも何か変わる可能性はありますね。うん。まあまあ、来週の水曜日になってみないとわからないんですけども、またね、生放送で
攻略していきたいと思います。それでは今日は2周年イベントの記事を見ていきました。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。